川崎ブレイブサンダースは神奈川県川崎市をホームタウンとして B リーグに所属しているプロバスケットボールチームである。母体は東芝コム会事業所男子バスケットボール部。全国タイトルは東芝時代に計14回。運営会社は株式会社 DNAA、川崎ブレイブサンダース。かつては TBLS サービス株式会社がチームを運営していた。 練習場は、幸い区の東芝小向井工場にある。川崎市と横須賀市を本拠地とし、川崎市中原区のとどろきアリーナなどで、ホームゲームを開催。2004年9月には、川崎市ホームタウンスポーツ推進パートナーに認定され、ホームゲームへの市民招待、バスケットボールクリニックの開催、トークショーへの参加など地域への活動に、積極的に関わるようになった。 東芝のバスケットボールチームとして60年以上の歴史を持ち同時にユニフォームの胸には東芝のロゴが入っていた2020から21シーズンからは地元川崎の精密測定機器メーカー三つといのロゴが入ったユニフォームスポンサー2018から19シーズンからクラブロゴクラブカラー及びミッションを変更ロゴは ゴールリングに突き刺さる稲妻がモチーフとし、1950年から続く歴史を背負う誇りともに、プレーの力強さとスピード感、勝利へのこだわりを表現。クラブカラーは常に勇敢に戦うというチームの姿勢を表す、ブレーブレッド、勝利と誇りを表すビクトリーゴールドに変わった。以下は B リーグ加盟以後の統計。1950年創部。 同好会、東芝小ム会として活動を開始。1955年、関東実業団リーグ参戦。1971年にバスケットボール、日本リーグに部加入。1975年には名称を東京芝浦電機に変更した。1983年に一部に昇格し、その後は一度も降格していない。もともと東芝は女子バスケットボール部が、 名門の一つとして知られていた。しかし、1990年代後半に入り男子が、日本リーグ一部で上位に食い込む一方、女子は創設以来の成績不振に陥った。そのため、女子を配布して将来性の期待できる男子に一本化した。その結果、タイトルも獲得するなど期待を裏切らぬ活躍を見せる。1999年に、初のリーグ制覇を果たした。全チーム名は、 デッド・サンダース。2001年よりブレイブ・サンダースをチームメとトする。所属する日本人選手は全員社員選手であった。そのためプロ契約を希望する選手の JBL タ、チームや BJ リーグ球団への移籍が後を絶たず、さらには日本代表級の選手が入ってこない一つの理由にもなっている。2007から2008シーズン終了後にも、板倉麗奈、伊藤俊介、 志村武彦町田洋介が移籍し、プロ契約している。その影響で、成績は、最後のスーパーリーグとなった2006から07シーズン、以降、プレーオフ進出を逃すなど低迷する。2010から11シーズンは、プレーオフ圏内を維持していたが、東日本大震災の影響で、プレーオフ自体が中止になる不運に見舞われた。2011から12シーズンは、 ヘッドコーチが田中輝明から北拓也に交代したが、早々とプレイオフ進出の可能性が消滅したばかりでなく、再開が決まり勝利数も10勝に届かないことが確定した。2012から13シーズンは、レギュラーシーズン3位で、新生 JBL となって、初のプレイオフ進出を果たし、2位、トヨタ自動車を退け8年ぶりの決勝進出となったが、 アイシンシーホースに敗れ準優勝に終わった。2008から09シーズンからは、それまで日本バスケットボールオペレーションズが保持していた工業圏の譲渡を受け、神奈川県バスケットボール協会へ委託、ホームゲームのほとんどを県内各地で実施していた。2013年、ナショナルバスケットボールリーグ参戦に伴いチーム名を、東芝ブレイブサンダース神奈川とする。同リーグ初年度は、 優勝を果たし、前身のリーグ含め2004から05以来9、シーズンぶりに優勝した。また、同リーグ最後のシーズンとなる2015から2016年において、レギュラーシーズン3位となる。プレーオフにおいて、レギュラーシーズン2位のリンクとチギブレックスを退け、ファイナル進出、アイシンシーホース三河に2敗の後3連勝し、優勝した。 NBL に改編された後も所属日本人選手は全員社員のままであり NBLBJ リーグさらに2部の NBDL も含めた47チーム唯一である2015年度も新人は社員採用であるが現状のままでは2016年発足の JPBL ではプロ選手を義務付けない3部入りにされるという問題に直面するその後 JPBL への参加を申し込むにあたって、選手のセカンドキャリアの保証を条件に、プロ化を決定、後日、B1 への参入が決まった。2016から17シーズン2016年7月1日より、正式クラブ名を、東芝川崎ブレイブサンダース、リーグでのチーム故障を、川崎ブレイブサンダースに変更した。ユニフォームスポンサーも従来の東芝に加え、 エバラ製作所や岡村 JFE グループなどがスポンサーに加わった。開幕戦であるアウェーの3沿線では2連敗を喫するも9月30日ホーム開幕戦である神奈川ダービーとなった横浜戦で初勝利を挙げると毎シーズン通りの強さを見せつけ怒涛の快進撃を見せつけ中畜主を独走した。特に ニック・ファジーカスやライアン・スパングラーといった強力な外国人選手に加え、辻直と長吉優成、篠山龍青といった日本代表クラスの選手がチームを引っ張った。B1 リーグ初代得点王と初代 MVP ベスト5に選出されたニック・ファジーカス2017年1月14日に開催された東アジアクラブチャンピオンシップで、 韓国バスケットボールリーグのチャンピオンだった安陽、KGC と対戦し、83から80で接戦を制した。4月1日の横浜戦の勝利により、中地区優勝が決定。レギュラーシーズンを49勝11敗、総合順位1位で B リーグチャンピオンシップ進出を決めた。クォーターファイナルでは、同地区3位の渋谷と対戦。渋谷に2連勝で、 セミファイナル進出を決める。セミファイナルでは、東地区2位の A 東京と対戦。第1戦は84から76で勝利するも、第2戦では、終盤でのアルバルク東京に追い上げられ、75から76と逆転負けを喫し特別ルールの第3戦にも連れ込む。第三戦は、第一区ォーターでは、アルバルク東京と接戦となるも、第二区ォーターでは、 ニック・ファジーカスがフリースローを決めて逆転に成功。結果は26から18で勝利。2勝1敗でファイナル進出を決める。国立代々木競技場第1単位区間で行われたファイナルでは東地区優勝の栃木と対戦。前半はリーグ最小失点を誇る栃木の守備陣をなかなか崩せないどころか栃木の厳しいマークからボールを奪われるなど リーグシシの得点力はなりを潜める。第2クオーター終了時点で37から 43? と折り返す。第3クオーターは死の山が、豊富の運動量を生かして、得点を重ねていき、63から59と4点リード、し、第4クオーターに突入する。しかし、栃木のジェフリー・ギブスに、相次いで、スリーポイントシュートを決められるなど、あっさり逆転されてしまう。 結局、栃木の守備陣を崩せなかったどころか、最後の2分間では思うように得点を伸ばせなかったことも大きく響き、結局79から85で敗れ、準優勝でシーズンを終えた。なお、ニック・ファジーカスが B1 リーグ初代得点王と、初代 MVP ベスト5に選出された。2017から18シーズン2017年オフ。 東芝グループの経営危機器により運営会社の譲渡に向けて交渉に入っていることが報道され、その後同年12月6日 DNA が新設する同社市会社株式会社 DNA バスケットボールに経営権を譲渡する旨が正式に発表された。DNA 体制として初代社長には横浜 DNA ベイスターズの執行役員だった元沢信夫が就任した。 東芝体制としては、最後のシーズンとなった2017から18シーズンは、41勝19敗、東地区3位で、チャンピオンシップに進出。リーグ戦、ホーム最終節では、クラブ初の2冠を達成した1999から、2000シーズンの復刻ユニフォームを着用。リーグ戦、ホーム最終節を連勝で飾った。チャンピオンシップのクォーターファイナルでは、 千葉を相手に、第3戦までもつれるも1勝2敗で敗れた。この試合をもって、東芝が、クラブ運営に関わる最後のシーズンを終えた。2018から19シーズン開幕前には、新たなクラブロゴクラブカラー及びミッションを発表。また、アジアクラブチャンピオンシップ優勝、最先端のバスケットボールアリーナを、実現、年間来場者数30万人の目標も、明らかになった。 この目標の一環として、センターハングビジョン4面の設置を含めた、エキサイティングバスケットパーク計画が発表された。地区再編により、中地区へ移動。シーズン全体では、ニック・ファジーカスの怪我による出遅れをはじめ、さらには、ファジーカス、篠山龍青とオ辻直人が、代表活動に伴う離脱により、勝ち星を伸ばせないまま新潟の独走を許し、地区優勝を逃す。 昨シーズンよりも勝率を落としたものの東地区2位でチャンピオンシップへの進出が確定した。チャンピオンシップのクォーターファイナルではアウェーで栃木と対戦。栃木はレギュラーシーズンでは4戦全敗の対戦成績であった。第一戦は序盤ではきっ抗した展開を見せるものの栃木によるターンオーバーから20得点を奪われそのまま敗北。 第2戦では、第1戦と同様にもつれる展開となったが、第3球で6から22と失速し、62から 89? の完敗。これにより、クォーターファイナルでの敗退が決まった。シーズン終了後、2019年5月8日、北拓也 HC の退任を発表した。同時に、これまでアシスタントコーチを務めた佐藤健二の HC 昇格も発表された。 2019から20シーズン開幕前には、大塚博士と熊谷直也が加入し、さらに勝久ジェフリー、保坂健介をアシスタントコーチとして迎え入れた。昨シーズンとは打って変わって、バスケットのスタイルは一変。それまでの緻密で老快なバスケットから、全員に40分間のハードワークを求める激しいバスケットへと切り替わった。シーズンでは、 40試合を戦って31勝9敗と高い勝率を残し、中地区では圧倒的な首位。天皇杯でも故障者が続出する中でファイナルまで勝ち進んだ。だが、シーズン途中での新型コロナウイルス感染拡大の状況変化もあり、3月20日から4月1日にかけて開催する B1 リーグ戦の中止、さらには CS 中止が決定された。 これに伴い、中畜優勝が決定した。シーズンオフには、佐藤健二 HC の契約継続を発表した。2020から21シーズン2020年6月29日、NTT ドコモと、資本業務提携及びオフィシャルスポンサー契約を、締結。キャプテンは7シーズン連続で、篠山竜亜を、副キャプテンは、青木康則が就任。また、 昨シーズンの主力メンバーが外国籍を含めて全員残留。昨シーズンで築き上げたベースを継続したまま開幕を迎えた。2020年10月11日、70年を超える歴史の中で初めて永久欠番セレモニーをホームゲームで実施。フレッティカウワン、フシマサタカヒロ、北拓也が選出された。旧 j b l 1 9 7 8年より、 実業団リーグから日本リーグ2部に改祖された。日本リーグ1部の第22回から第33回までは C、T のディビジョン制を導入。日本リーグ1部の第34回のディビジョンは SL、NL として実施。JBL、NBL2008 年11月15日、川崎市とドロッキアリーナ TBLS サービスに関するカテゴリー。ありがとうございます。